CH2020、今週もお付き合いいただき、ありがとうございました。あしたさあ、今日の YouTube なんですけれども、うん、世間は4連休ということで、<え>もし私たちに今4連休があって、かつ感染症とか何も心配しなくて良かったとしたら何がしたいかトークをしていきましょう。はい。ちかげさんも何て言うかわかりますけど、一応じゃあ教えてください。<laughs> 旅行ですやっぱり <laughs> じゃあどこに行きたいですか <laughs> やっぱね今日番組でも海のナンバーいっぱいかけたので海見に行きたくなっちゃいましたよね、はい、波の音聞きながらぼーっとできるホテルに泊まってゆったり過ごしたいなそうですよね,ね<ー>でも私もなんか 旅行したくなっちゃいますよね。<laughs> ね今ね、母と妹と三人で女子旅というか、うんいいね、女の三人旅をしたいななんて思いましたね。それこそあの、ちょっとプライベートビーチとか、なんか部屋風呂があるとか。いい その、こじんまりと楽しめる、なんか、ちょっと、お金は高いけども、あの、ゆったりみたいな、日に地上を味わいたいな、とか、思いますよね。うん、いいなあ行きたいなね、今日、やっぱり、海の日ということでね、今日ミュージックシャワー、海の曲をたくさんお送りしてきたんですけども、うん、その効果かわかりませんけど、海行きたくなりますよね。今日は夕日見に行こうかな。 確かにもう、うん、ちょっとドライブしたくなっちゃったねそうですよね新潟のいいところでもありますよねちょっと走れば素敵な海が目の前にあるぜひ皆さん海をね、えー、見て満喫してこの夏楽しんでいただければなと思いますということで来週もよろしくお願いしますバイバイ,バイ,バイ